NHK 連続テレビ小説爛漫。残すところ3週を切り大詰めを迎えていますが、主人公のモデル牧野富太郎博士は94歳の長寿でした。爛漫24週の時点で万太郎はまだ40代前半くらいですが、何歳まで描かれるのかも最終週のポイントとなります。最終週のサブタイトルは末子笹となるそうです。史実ではモデルの牧野富太郎は昭和3年65歳頃に仙台で新種の笹を見つけていますので、その時代をクライマックスに持ってくることは予想されます。ちなみに脚本の長田育恵氏はインタビューで、最終週は最初から決めていた仕掛けがありまして、その仕掛けがある以上万太郎が何歳でも構わない、万太郎が何歳でも最終週は任意に始められるようになっていますと語ると、キーワードとして継承を挙げていました。牧野富太郎と末は一体どのような晩年を送ったのか。そして富太郎は良妻末に先立たれてからも28年間の人生を植物に捧げています。富太郎博士は晩年をどのように生きたのか、これから爛漫で描かれる物語の元になるであろう史実をご紹介します。1923年大正12年9月1日関東大震災が発生します。富太郎61歳、末50歳でした。富太郎はこの時、渋谷の荒木山にいたそうで、幸いにも、牧野家は多少の瓦が落ちたくらいの被害で済んだとのことです。しかし、東京の甚大な被害を目の当たりにした妻の末は、長年かけて集めた植物標本を火災などから守るためには、郊外に住んだ方が良いと考えます。そして思い切って待合茶屋今村を売却した末は、都心からの移住者が増えていた武蔵野に目をつけます。北豊島郡大泉村現練馬区東大泉、雑木林の広がる土地に立つ富太郎と末、末からここに家を建てましょう、ここに建てた家の標本館を中心として素敵な植物園をこしらえましょうと言われ、富太郎は妻の軍師ぶりに驚きます。1925年大正14年の暮れに着工した家は翌年大正15年5月に完成し、家族は荒木山から移り住みます。この時富太郎64歳、末52歳、長女佳代、次女鶴代は結婚し、末っ子の四女玉代は16歳。二人が結婚して初めて暮らした家から数えると、なんと18回目の引っ越しでした。今村の収入は途絶えることになったが、家賃を払えずに追い立てられることもなく、引っ越し先を探す苦労も必要なくなります。この地は富太郎の終の住処となり、現在は牧野記念庭園として一般に公開されています。1927年昭和2年権威を嫌う富太郎でしたが、友人たちの説得に応じてついに学位請求論文を提出、理学博士の学位を得ます。65歳にして植物学者牧野富太郎博士の誕生です。末もさぞかし喜んだことでしょう。そんな長年の苦労が報われつつあった末でしたが、無理がたたって体調を崩してしまいます。1928年昭和3年1月末は入院。その1ヶ月後の2月23日そのまま帰らぬ人となります。享年55。富太郎は66歳でした。
最愛の妻、末の死を悼んだ富太郎は、前年に仙台で発見していた新種の笹に、末子笹と命名。その名を永遠に残します。そして、自宅の庭に末子笹を植え、亡き妻を懐かしんだと言います。世の中のあらん限りや末子笹。献身的に支えてくれた妻、末亡き後、富太郎は悲しみを紛らわせるかのように各地に赴き、採集、調査、講師活動、後進の指導、図鑑の発行と精力的に活動を行っています。その生活を支えたのは娘たちでした。とりわけ次女の鶴代は身の回りの世話から対外的なマネジメントまでをこなしていました。南蛮で鶴代がモデルになるのは末娘の千鶴本田望結さんと思われます。1939年昭和14年77歳、富太郎は47年間勤務した東京帝国大学の講師の職を退きます。1940年昭和15年78歳にして念願の牧野日本植物図鑑が出版されます。1948年昭和23年86歳皇居にて昭和天皇に植物学をご進講されます。1951年昭和26年89歳第1回文化功労者となり、文化年金50万円が支給されます。1553年昭和28年、91歳、東京都名誉都民の第1号に選ばれています。この頃から体調を崩し始め、植物採集に出かけられなくなってからは、自宅の庭で長い時間を過ごすようになります。庭に移植した植物を観察、採集したり、標本を整理したり、時に訪問客と尽きることのない植物の話題に花を咲かせていたそうです。病床に就く93歳まで、家族の心配をよそに寝る間を惜しんで植物の研究や書き物を続けたエピソードが伝えられています。昭和32年1957年1月18日、牧野富太郎博士は植物と共にあった94年の人生に幕を閉じます。没後、従三位に叙され、勲二等旭日重光章及び文化勲章が授与されます。富太郎博士は東京都台東区の谷中墓地に、末と並んで葬られます。末の墓石の側面には富太郎が読んだ句が刻まれています。家守りし妻の恵みや我が学び、世の中のあらん限りや末子笹。